こんにちは、ビアンカクリニックの岩間美幸です。今日はシスペラについてご紹介したいと思います。でシスペラはこれがオリジナルシスペラなんですが、こちらがビアンカに置いてあります。でシスペラっていうのは何かって言いますと、シスペラの主成分ですね、シスペアミンっていうものにはなるんですが、これは人のもともと体内にある必須アミノ酸のエリシステインがこう代謝された産物でありますし、人の母乳中にも多く含まれている、もともと体にある安全性が高いと言われている成分です。でハイドロキノよりもだいぶ前の50ミリの前から美白効果は証明されていたんですが、なぜ製品化されているのかというと、とにかくちょっと臭いんですよね。で臭いのでその匂いが原因でこれまで製品化が難しかったということがあります。でこの会社がですね、2012年に少し匂いを改良して商品化をしたものになります。で美白効果はハイドロキノの、美白効果の経路がですね、チロシナーゼ活性阻害というところにあたるんですが、こちらはそれを含めた他の代謝経路、メラニンを作るような経路、他もプラスでブロックしまして、計8経路をブロックするような形になるので、強力な、美白作用を持っていると言われています。私自身がちょっとハイドロキノを顔全体に塗るとちょっとボツボツができてしまうような肌質なので、そういった方でもこちらはおすすめで、ハイドロキノアレルギーだったり、そういったちょっとニキビがすぐできてしまうような方でも結構使えると思います。ただちょっと臭いです。でちょっと対策としては、夜メイクを落とす前にこちらを、最初は3分とか5分とか少し短めの時間から始めて、マックス15分くらい塗った後、普通に洗顔、クレンジングと洗顔をして、普通のいつも通りのスキンケアをするっていうことをやると、朝までにはもちろん匂い消えてますし、顔もう洗い流しちゃうので、そんなに気にならなく、しかも慣れてくるので、結構数日使うとなんか確かに臭いけど大丈夫だなっていう感じなのと、結構白いので、使い続けたいなっていう感じはしてきます。なので私今これ使い始めてまだ2週間くらいですけど、16週はしっかり使って、でその後は週に2回くらいにするのが推奨されているので、その間使ってみてまたお知らせできたらなと思います。今日はシスペアミンについて、シスペラについてご紹介しましたが、ぜひ感染医のお持ちしてますのでよろしくお願いします。この動画が参考になった方いらっしゃいましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。